はい、どうも皆さん、こんにちは。トニモンジャオです。今回もプードルさんのカットをやっていきたいと思います。足先バリカン入ってて、体が8ミリバリカン入れてあります。で、ちょっとね、右の後ろ足にパテラがあるのでちょっとこんな風にしてね、足の上げ方がちょっと難しいというか、本人が勝手に今上げてもらってるところで切ってはいるんですけど、あんまりね、無理して上げない方がいいかなと感じですかね。今度バリカンの際のところでハサミを一周するので、そんなに難しいことは今してないですよね。バリカンでね、ライン取りしてもいいかもしれないですね。ちょっと見えないんで。はい。ということで、足の方も切っていきますが、ちょうどこっち向いてるので、こっち側からいきましょうか。バシバシと。これは今、ブレンダーですね。でバンバン切ります。せっかくなのでね、足もある程度形を作ってからいきますか。今回は一周中ブレンダーでしてからいつもやるんですけど、するわ。はい。なんでだろう。怖っ。ヘイシリって言ってた？もう言ってた。ごめんね、なんでもないです。感覚的に言うと、ブレンダーが粗めのヤスリみたいな感じ。で、細かいヤスリに入って、月バサミのパーセントの低いやつ、低いやつ、そう、低いやつで、その粗めの粗さを取り、で最後に仕上げでこうなぞってあげるっていうのが、割とこう失敗の少ない、ブレンダーの僕個人的にすごくいいね。やっぱりざっくりバスバス切れてるのに、後からのちょっとした修正が効きやすいというか、整えるのにいい感じなんですよね。ちょうどの残り具合というか。あとはつかないようにすきばさみだけで終わらせるっていうこともまあありますので、この小系統の人からは信じられないかもしれませんが、このお店ではそういうこともしますと。危ない。今寝てたよね。危ない。危ねえっすよ、お兄さん。基本的にタックアップは内側の取れ方で見え方が変わるので、その外側の、このくびれを意識するよりかは、まずこの内側をいかに取れるかっていうところを、注視した方が良かったりします。ね、うちの見え方でだいぶ変わりますので、最初に言った通りね、足があんまり強い子じゃないので、足が前に行ってるからって後ろにこう引いてしまうと、それが原因でね、膝がまた外れちゃったりとか痛
冷めちゃうっていうのもあるかもしれないので、このまま切っちゃいます。で、足が前に行ってるってことは、この角度の足ですよね、普段。こういう線で来てる足がずっと前に行ってるので、こういう形に切っていきます。前に動いただけなので、そのままこう形をスライドしていくようなイメージですね。で、これがまあ地面についてないとかだったら、ここまで曲がる角度がどうかあると思うんですけど、前にずれてるだけなので、基本的にはそのまま形を前にずらせば、割といい形に仕上がるので。あんまり、無理に、ね、足を動かす必要はないかなというふうに思っています。フェットカットではですね。こんな感じで、後ろ足はね、ちょっと後でやろうかなと思います。アルパスをしたいと思います。それでは、また次回、多分アップする動画は、どんどん買おうかなと思いますので、はい、そちらの方もチェックしてみてください。では、よかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。メンバー登録の方もできたらお願いします。では、またでーす。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。